ので始まりました。もちつチャンネルです。さあ、今ハワイから撮ってるんですけども、ちょっともうね、夜なんで、アメリカは蛍光灯ないので、ちょっと光が弱いかもしれませんが、もうすぐ日が沈む頃ですね。はい。すごく反響があるというか、いろいろ出てるですね。藤川さんのちょっと英語力について話しておこうかなと思います。あそこで本当はね、話したかったんですけど、動画内でも言ってるようにもうとんぼ返りですね。すぐ東京に戻って別の仕事2つあったんで、はい。なので、あそこでは詳しく話すことができなかったので、ちゃんとその英語力に関して話しておきたいと思いますね。で、いろいろ言われるんですけど、本当に英検3級受かると思ってました。受かると思ってたんですが、想定外だったことは、その動画内でも言った通りなんですが、そのライティング、こういう風に書きましたって言ってたのがおそらく違ったと、その再現回答がだいぶ異なっていたんじゃないのかなっていう印象ですね。というか絶対そうですね。はい、なんで予想よりもだいぶ低い点だったんですね、ライティングが。で、それが、想定外だったってことです。1日経ってしまっていたっていうのもあるんですけどね、再現回答をお願いして次の日に来たんで、その時に多分自分で回答作っちゃったんだと思いますね。別に英文自体はなんというか間違ってはいるけど、文法とかぐちゃぐちゃだったんで、なんでチャット GPT とか使ってやってるわけじゃないなっていうのはわかるんですよね。翻訳してたりはするわけじゃないなっていうのもわかるので、ただ内容点ですね。内容点がちゃんと答えてはいるので、もっと高く出るはずなのに、内容と構成が1点だったんでね、E メールの返信が。だから、おそらくというか、十中八九、内容が違ったでしょうね。はい。その本番書いたものは内容が違っていたんだと思います。僕が見た再現回答とはね。で、エッセイは予想通りちゃんと点が取れてたんで、やっぱ再現回答とそんな異なってはいないんだろうなっていう感じでした。再現回答を見て、あと面接やったじゃないですか。面接動画出てて、で、面接の特訓もしてたんで、河合さんがすごい、ここをこうしろ、あしろっていうアドバイスをいっぱい出してたんですね。で、それを知ってたんで、これだったら、まず落ちることはないなと思ってたんですよ。で、スピーキングの方が取れたし、多分描写を間違ってると僕は思ってました。はい。だからやった感じ、多分描写問題は解けないだろうなと思って、絵の描写ですね、多分間違っちゃうだろうなと思ってて、ただこの音読は絶対取れるんで、応答問題でちゃんとやれれば、一文でいいんで、理由ね、英検3級って。だからそれができれば、まずスピーキングは受かれるだろうっていうので、やっぱスピーキングも取れてたし、もうちょっと取ってほしかったけどね、点数的には。なんでそこは予想通りだったんですけどね。だから予想外だったのがライティングと、あとリスニングですね。リスニング力がこんなになかったとはちょっと思ってなかった。リスニングも300点台乗るんじゃないかと思ってたんですね。これでもいけんじゃないかなっていう感じだったんですね。ただそのリスニングの問題を解いてるところを見てなかったんで、そこが自分自身も詰めが甘かったなと思いましたね。直接指導はしてないですけど、どういう状況かはそこ把握しておけばよかったなと思って、単語は間に合わないだろうなと思ってたんですよ。英検3級レベルの単語、中学レベルの単語ですけど、その単語帳の進み具合とか見てって、あと定着具合とかをこうね、動画でいろいろてっちゃん話してるのを聞いてて、そこのこれぐらい覚えたっていうのの半分ぐらいだろうなと思いながら聞いてるんで、8割覚えましたって言ったら4割ぐらいだろうなとかって思いながら聞いてるんで、だから4割ぐらいじゃ足らねえなと。中学英単語4割じゃ、英検3級の最初の方って中学単語の中でも結構難しいの出てきたりするんで、で文法は無理だろうなと思ってたんで、中学文法は解けないだろうなと思ってたんで、で熟語はかなりむずくなるんで、熟語も無理と、熟語と文法は無理で、単語が半分ぐらいいければいいかなっていうので、予想外だったのが会話問題ですね。会話問題が外れてるんで、だいぶ1問しか合ってなかったんだよね。それがっていう感じかな。だって読解がさ、会話問題よりはるかに難しいですよ。英検3級のね。もちろん3級のレベルなんですけど、見てみればわかると思うんですけど、長さもかなりあるし、そしたら、読解の方が半分取れてて、会話が1問っていうので、もう読解山間だったんだろうって思って。てるんですよね。そう、だから明らかに単語力が足らない。で、単語力が足らないからやっぱ聞こえないわけですね。ここが痛かったなっていう感じ。だからリスニングの一番最初の一番簡単な応答問題、返事するやつですね。絵もついてて、状況も分かりやすくしてくれてるんですけど、そこがほとんど取れてなかったっていうのがもう予想外すぎた。ここは取れると思ってたんですよね、正直。僕は共通テストとかでね、よく言うと、共通テスト全然聞こえません、全く分かんないんですって言うんだったら、英検3級からやれってよく言うんですよ。英検3級の勉強からしましょうと。まあ、表現とかね、ちゃんと覚えてる単語帳とかやってて、でも音が聞こえないんだっていうんだったら、英検3級レベルからきちんとやり直していくんですよって言ったんですけど、そうか、英検3級レベルからやり直すこともできないレベルだったのかってことですよね。だから英検4級からやり直すんですよっていう人たちも今後はやっぱりいるから言っていかなきゃいけないんだなと思ってますね。まあこれが、英検に関しては、だからまあ次やればさすがにいけると思うんですよね。ここを対策すれば。だからとにかく単語を覚えること。単語を覚えて、その表現を知ることですね。はい。で、そうすれば勝手にリスニングも上がるし、勝手に単語問題も上がるし、多分会話もわかると思うんですよね。ちょっと会話のコツはやんなきゃいけないなと思ってて、その会話問題、まあリーディングの方の会話問題とリスニングの方のね、会話両方とも、ちょっと相乗効果で上がってってくれればなっていうふうに思ってます。はい。まあ来月ね、さすがに受かってほしいわ。で、まあ、次に、関西外語短大にね、関しての話は、まあ、一応しとかなきゃいけないね。関西外語の、なんかもうね、ネガキャンだって来ちゃうんですけど、まず短大ですね。短期大学部。藤川さんの場合 1.0 倍ですから、1.0 倍で受かっているので、別になんか解けなくても受かれるものです。はい、で、実際まあ、どんな感じだったのか、一回解かしてみた問題、ね、問題を解かしてみて実際に解いた問題ね、があるんですけど、その普通に関西外大の問題を受けてます。で、受けていて、で、不合格になって、で、大難希望とかって書けるんですよ。そこに短大も入れられるんですね。短期大学部。だから関西外国語大学を受けた人が、短大にも同じ問題で挑戦できるってやつです。で、短大だけ受かったんで、まあ 1.0 倍ですからね。それで入学してるという状況です。なんで短期大学部と関西外国語大学のレベルは全然違うっていうのをまず知っておいてください。で、ただしですね、見てたんで、どういうのが授業で行われてるか、授業の教材とか見てたんで、そこはもう全然英検3級なんかよりはるかに難しいです。やってた内容はね。だから2級やってたからね、英検2級のやつとか、あとは普通に文法も全然高校文法、もしくはもうちょっと超えてるやつもあったね、高校文法の。で、そういう内容で、まあ文法は見てて理解できてないな、これ分かってないなと思いながらも、ただまあ課題出しはね、いけちゃうからね。リスニングが厄介でしたね。英検のやつとか、どれぐらいちゃんとやってるのか見とけばよかったなっていう感じ。これでなんか英検3級も受かんないとね、単位が取れちゃうなんてって言いますけど、いや、それ当たり前ですからね、いろんな大学。僕はだって見てきたね、大学だってそうですよ。だからトイックのなんか200点台低いって、まあ当然皆さん思うと思うんですけど、いや全然、その200点台が当たり前のクラス担当してたんで、英検3級なんかとてもじゃないですけど受かれない。そういう人たちをね、見てきているので、現実ですよ。実際、だって日本人の大半はこれできないですから、トイック200点台で英検3級受かれないっていう人の方がマジョリティだと思いますからね。まあもちろん大人になって英語に触れてこなくなっちゃったからっていうのはあると思うんですけど、なんで決してそう大学入って、で大学生でも珍しいことではありませんっていうと、これが現実です。まあもうこれは前にエフラン大学の現実っていう動画で言ってたと思うんですけど、まあこの現実は分かってほしいっていうのがあります。まあそれでエフランを潰せって意味ではないですよ。エフラン大学を潰せという意味ではないですけど、実際その文部科学省が出していて、高校生までにこれぐらいができるようになってほしいっていうのが、英語を通しては B2 レベルですね。 B2 レベルになってほしいって言ってるけど、まあてんちゃんの結果見て分かる A1 なんですよ。で、日本人の高校生のほとんどが A1 か A2 になるわけですよね。これがだから現実なわけですね。だから YouTube 見てると錯覚しちゃうかもしれないけど、日本の英語力っていうのはそれぐらいであるっていうのをね、まあ知ってほしいっていうのは、いつもこのチャンネルではね、一つの大きなテーマとしてね、やっていますので、まあいろいろ言われるかもしれませんが、藤川さんだけにみんな注目してるかもしれないけど、これが日本の現実であるっていうことを分かってほしいっていうのは、これいつも言ってる、まあ大きなテーマですので、そこがまあ分かってもらえたらと思います。たださすがに落ちると思ってなかった。ということで、次回10月ですね、はい、合格できるようにしたいと思いますんで。僕は全然医学部は全然夢だと思ってますから、はい、医学部目指せなんてとても思いません。ただ、3級はさすがに受かって、欲しいっていう感じでございます。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.